ニコライ・メトネル。ニコライ・カルロビチ・メトネル。ラテン文字表記の例。1880年1月5日モスクワから1951年11月13日ロンドン。は、ロシアの作曲家、ピアニスト。作品番号にして、おおよそ60以上に及ぶ曲集と番号らしの若干の作品を残す。作品のジャンルは、ピアノ独奏曲、バイオリンとピアノのための曲。 ピアノ伴奏付き歌曲、ピアノ五重奏曲、二台のピアノのための作品、三曲のピアノ競奏曲などである。そのうちソナタは、ピアノソナタが14曲で、バイオリンソナタが3曲、声楽とピアノのためのボカリーズソナタが1曲である。父方、母方とも祖先は、ドイツ人でプロテスタントを信仰する実業家の家庭に育つ。父方の祖先は、 18世紀にはロシアに移住していたと考えられている。また母方のいとこは同じく作曲家であったアレクサンドル・ゲリケである。なお、妻アンナははじめニコライの実刑で文芸評論家であったの妻だったが、エミリーと離婚後、1919年にニコライと結婚。夫の死後、1958年にメトネルの自筆学譜を携えてソ連に帰国した。 モスクワ音楽院ではピアノを専攻、バシーリー・サフォーノフの指導を受けたが、セルゲー・タネーエフ他に作曲も学ぶ。1900年に金メダルを受賞して卒業後、ピアニストとして活動を始めるが、恩師・タネーエフの勧めもあり、後には作曲も本格的に開始した。1909年に母校のピアノ科で教授を務めるも、多忙により翌年辞任。 1914年に復職。1916年には作曲によりグリーン歌唱を受賞。前途洋々に思われたが、1917年にロシア革命が勃発。しばらくはソ連に泊まっていったが、やがて友人であったラフマニノフのように演奏旅行の名目でロシアを出国。亡命の意図はなかったが、1927年の演奏旅行以外に、 ついに母国に戻ることはなかった。1925年パリに定住したがフランス6人組アストラビンスキーが主導権を握る第一次世界大戦後のフランスの音楽界になじめないものを感じていた。それでもロンドンに落ち着くのはようやく1936年のことであった。晩年にロシア人としての自意識に目覚め、正教に改修した。 メトネルの晩年には多くの支援者が現れた。同じくピアノ音楽の作曲家であった海放スルー、シャプルジ・ソラブジの他にも、マイソール藩王国最後の藩王、1919年から1974年がメトネルの作品を愛好し、資材を投じてメトネル協会を設立。その基金により英国グラムフォンが自作を含むメトネルの演奏を録音した。 メトネル協会はまず HMV から3週が出版され、第1週にピアノ競争曲、第2番及び歌曲、商品、第2週が同第3番、ソナタボカリーズほか、第3週に同第1番、朝の歌、悲劇的ソナタたが収録された。そうした録音の中に、ベンのモイセービチが伴奏を務めた2大ピアノのための作、さらに A コロンビアから、 メトネルが伴奏を務めエリーザベト・シュバルス・コップが1913年作曲のニューズの女神アレクサンドル・プーシキン作詞などのリートを歌ったものが残さた。なお、メトネルの被護者を DR はマイソール藩王国がインド連邦に組み込まれた後もマイソール・マドラス領州の知事を務めたほか、事前事業家、音楽学者、哲学者、社会思想家とし、 イギリスでも活動した人物で、数々の著作や学術論文によって受賞もしている。メトネルは1951年11月13日に、ロンドンで死去し、ロンドン市内の,のヘンドン墓地に埋葬された。現在では、彼の作品は、マルクイコール、アンドレアムラン、ヘイミッシュミルン、ボリス・ベレゾフスキー、ニコライ・デミジェンコ、イリーナ・メジュエは、日本人では、 川上正宏、有森博士、熊本マリ、内藤明らによって演奏や録音がなされている。ピアノゾナタ第1番へ単調作品後は、1902年から3年に作曲された音楽賞の作品で、スクラービニア・ラフマニノフの作曲様式を示している。メトネルの作曲様式は、後年になって、成功さと複雑さを帯びるようになるが、それでもこの作品は、 すでに堅固である。開始のアレグロアレグロ楽章は劇的で、多くのメトネル作品のように鐘の響きが染みついている。この楽章を、リズミカルで力強い、感想曲インテルメッツォの間に、感情楽章、緩やかに熱中して、ラルゴディバトが挟み込まれており、速やかに決然とアレグロリソルとしたフィナーレに、たどり着くより先に、たっぷりとした。 荘厳なマエストーソクライマックスが形成される。第2番、第3番、第4番のピアノソナタは、それぞれ単一楽章の作品で、別々に演奏することができるのだが、3曲で、ソナタ3部作ソナタトライアットを形成している。作品11、変異長調,調二短調八長調1904年から8年作曲。二短調のソナタは、ヒカソナテイ,イラジと題され、 緩やかに始まるが、いわゆるコーダにおいて、極めて早く、倍の速さで、アレグロモールとドッピをモービメント、しかも蝶々で結ばれる。変異蝶々のソナタは、かなり控えめであるのに対して、派蝶々のソナタは、がむしゃらさに欠けるものの、それでもこの曲集の壮大な集結部であるとみなしうる。最も有名な、ピアノソナタ第5番と単調作品22、 1九百九年から十年、作曲は、緩やかな導入部が、三つの主題を持つ、突進するようなそなた形式の主部と交代するのだが、そのうち一つはすでに導入部で予告されていたものに、他ならない。この短い、十五分かそこらの作品の形式的、情緒的な中心は、感想曲、しずしずと歩くように、いたいたしく、インタールーディアム、アンダンテル・ギュブレであり、これが、 展開部の大半に置き換わっている。その直後に完成されたのが二曲からなる作品二十五の第一曲おとぎ話ソナタソナタスコスカである。この短い波短調のソナタは1910年から11年に作曲され、速やかに本邦にアレグロバンドナマンテ生き生きとカ歩してアンダンティーのカーン元速やかに 殺爽とアレグロカーンスピリートと題された三学賞で構成されているのだが、第二学章と第三学章が連結されている。開始学章は規則通りのソナタ形式なのに対して、感情学章が開始学章の第一主題に復帰する間に、フィナーレの威嚇的な行進曲となる。フィナーレは変奏曲が続いて、コーダで結ばれるが、コーダは先行楽章の様々な主題を、 多角的に見直したものに他ならない。続く作品25の第2曲、ピアノ・ソナタ第7番補担長、夜の風は、ヒョードル・チュッチェフの詩、セレンティアムに基づいており、その抜粋が大事として掲げられている。1911年に作曲された、いくつかの部分からなる、単一楽章の作品で、通常は演奏するのに、大体30分ほどを要する、メトネル作品の中でも、 最も野心的な力作である。基本的に、ソナタ形式の楽章だが、幻想曲が続き、活発だが、影のあるコーダで締めくくられる。セルゲイ・ラ・フマニノフに検定され、メトネルを援助したカイホスリュー・シャプルジ・ソラブジが、二重機最高のピアノ曲と絶賛した。次なる、バラード風・ソナタ A、蝶々作品27も単一楽章の作品として、着手されたが、 1912年から14年にかけて、今度は、バラード、助奏と終局という二楽章内しは三楽章、構成に落ち着いた。第一楽章は、メトネル作品の中でも愛らしい旋律の一つに、始まる。フィナーレは、ピアノ五重奏曲と、同じく、自作のプーシキ金歌曲、ミューズの女神と、主題的に関連している。調整や楽奏から、ショパンやリアードフの、 船なうたへのオマージュとみなされることもある。自作全録音が存在する。ピアノ・ソナタ第9番委担調作品30は、単一学賞の作品で、副題がないのが珍しい。ごく稀に、戦いのソナタと呼ばれる。レフコニュースに検定されており、前編を通して、当時の物々しい世相を反映した雰囲気を帯びる。典型的なソナタ形式で書かれているが、 特に5ページも渡るコーダの充実ぶりは特筆すべき、ものある。ピアノソナタ第10番一貫調、階層のソナタソナタレミニセンザ作品38から1話、忘れられた調べ、第1集と呼ばれる、八曲からなる組曲の1曲目に、当たる、忘れられた調べは、作品38から40の3つがあり、ソナタ第10番と、第11番は、 1918年から20年に作曲された。この単一楽章の穏やかなテンポの作品の気分は、教習と執着である。作品38のその他の曲は、このソナタのいくつかの変装と、終曲の思い出のうちにあらレミニセンザである。ギリリスはこのソナタ、と、作品22を録音し、レパートリーに入れていた。ピアノ・ソナタ第11番派短調。 悲劇的ソナタ、トラージコアップ、十九ナンバー五作品十九から五は、忘れられた調べ第二集の集曲である。この曲集でも、主題の循環が行われており、ソナタに先立つ曲、朝の歌コンツソな街中には、ソナタで一度聞こえる主題が含まれているだけでなく、この曲とソナタを一緒に演奏せよとの意味で、アタッカ、休止なしで、の指示が出されている。 このソナタもソナタ形式で書かれているが、テンポは、速やかに、アレグロと指定され、竹だけしく、三つの主題のうち一つを、朝の歌の名残再現することができぬまま、コーダに突入していくのである。自作全録音が存在する。ピアノソナタ第12番ヘ路ロ調、ロマンティックローマンティカ作品53から1は、次のソナタと並んで、かなり後になって、 1931年から32年に作曲された。すなわち、ピアノ競奏曲第2番と第3番の間に書かれた作品に他ならない。この四楽章のそなたは、ロマンスロマンセ、ヘンロチョウチョウ、スケルツォスケルツォ、ヘンホタンチョウ、瞑想曲、メジタジオネ、ロタンチョウ、フィナーレフィナーレ、ヘンロチョウチョウの順で構成されている。曲末に、 おとぎ話、そなたからの引用句が含まれている。ピアノ、そなた第十三番へ単調、嵐・ミナ・ジョザ作品五十三からには、もう一つの単一学章の作品で、本当に荒々しい。作品三十ほどではないにせよ、非常に、半音快適で、印象的な風画が続く。最後となった、ピアノ、そなた、ボッカ、そなた、そなたエリルと、蝶々作品五十六は、 1937年の作品である。これは2学章の作品で、短めのパストラル学章、快速に歌うように、アレグレットカンタービレと、程よく快速に歌うように、常に一定のテンポで、アレグロモデラーとイいカンタービレと指示された、ロンド学章とで構成されている。火星の色彩感が繊細なので、2つの楽章でカンタービレ、歌うようにという表示は、 曲の気分や感覚を効果的に方向づけている。メトネル自身により、全曲とも自作自演の録音が残されている。ピアノ競争曲第1番破綻調作品33。1914年から18年、ロシアこの作品こそ、メトネルの最高傑作といって、過言ではない作品である。ただし、前出のソラブジは、ピアノ競争曲第2番こそが、 個々のピアノ競争曲群の中で最高傑作であると言っている。曲は三楽小構成であるが、通常のピアノ競争曲と異なり、フランツリストのピアノ競争曲、第2番のように際まで簡単なく演奏されるものとして作曲されている。ロシア時代の作品であるため、高キロマン派の形式美が確固としており、調整の逸脱はなく、 循環形式的手法が綿密な計算の下で採用されていい。曲のテクニカルな難度についてであるが、ラフマニノフのピアノ競争曲第3番を超える最高難度の超絶技巧が要求される。ピアノ競争曲第2番作品50。この作品は作曲時期とラフマニノフに検定された事実からも、わかるようにラフマニノフのピアノ競争曲第3番に用いられた。 南技巧の数々をメトネル自身が徹底して研究した上で作曲されたものと思われるには及ばないもののメトネル渾身の野心的作品であることから相当に高度な技術、技巧が要求されることは言うまでもないまたピアノが主導的な役割を演じながらオーケストラと一体化する公共曲は公共史的な作品でもあるその意味で この曲の演奏には充実したオーケストラが必須である。ピアノ競奏曲、第2番派単調作品50、1920年から27年は、トッカータトッカータ、ロマンスロマンザ、ディベルティメントディベルティメントの3楽章によっている。第一楽章は躍動しながら、精力的で、ピアノとオーケストラとのバランスが絶妙である。第主題は、作品14の、話、 1906年から7年のうち1曲、勇者の行進のものに似ている。ロマンス学章とディベルティメント学章は、それぞれ性格の点で異なっており、とりわけディベルティメント学章は、変化に富んだ響きがする。ラフマニノフへ検定され、1927年に、ロシアへ一時帰国した際に初演された。2004年1月23日、 サントリーホールでマルカンドレ・アムランの独創、オッコカム式の東京フィルハーモニー公共団により、日本初演されている。ピアノ競争曲第3番補担長作品60、1940年から43年は、作曲者の晩年に書かれた表伝と、同時期に成立した作品である。3つの楽章は連結されており、第1楽章、動きをつけて幅広くカーン元ラジアメンテは、 しばし眠っているかのようで、エネルギーを必要としているが、第二楽章、感想曲インタールーディアムは、速やかに音を十分保って、神秘的にアレグロ、モールとソステヌート、ミスター・オソとの発想記号を持ち、第一楽章を改装して、第三楽章を予告する。壮大な修学章は、極めて速やかに。目覚めたように、大しくアレグロ・モールとスフェリアンド、 エローコと指示されたソナタ形式の楽章で、作品全体をエネルギッシュに締めくくっている。バイオリンソナタ第3番補担調エピカ作品57、1938年は、とりわけ、ダビッド・オイストラフによる録音で知られている。助走、しずしずと、穏やかにイントロードよねアンんだんて名メンテ、スケけるぞ、速やかに、非常にキビキビと、軽やかに透けるぞ、 アレグロモールとビバーチェ、レジジャロ、シズシズと動きをつけて、アンダンテカーンモとフィナーレ、極めて速やかにフィナーレ、アレグロモールとの四楽章からなり、演奏には四十五分ほど要する。助奏は静かに、だが必要に和音を重ねて行き、そこにバイオリンの旋律が加わる。その旋律が続く、そなた楽章の上調な第一主題となり、模倣による、 行進曲などのその他の主題と組み合わされていく。一丁丁のスケルツオ学章は、開始学章の早めの学説から取られたリズムのようで、一種のロンド形式で作曲されている。開始学章の様々な改造に続いて、現れるのは、アンダンテ学章、今度はえ、単調の愛歌である。このパッセージが終わると見せかけておいて、今度は開始の部分に基づく変装となり、 次第にアタックが大きくテキパキとしてくると、保単調となって、超絶技巧を要するフィナーレへと達する。メトネル唯一の著書、ミューズと流行芸術音楽の原則を擁護して、ザ・ミューズザ・ファッション、ビーイング、エイディフェンス・オブ・ザ・フ・ウンデシャンズ・オブ・ザ・アート・オブ・ミュージック、1935年、出版、1957年再冠、現在は、絶版中華は、 彼の芸術上の心情告白と同時代のいくつかの風潮に対する反発が表明されている。メトネルは音楽には普遍の法則があり、その本質とは歌にあると固く信じていたのであった。宮沢淳一、ニコライメトネルについて CD 日本コロンビア電音ココ78,842のライナーノートを楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。